空古とは、日本に伝わる真獣、または洋子、狐が年を経たものであると考えられている。空古と称される狐は、江戸時代以後の文献に見られ、その名が挙げられている。江戸時代の随筆、浅川前安、前安随筆や、北総左段には、港川紀園、夕日祭作記に収められた、当時の宗教者が語った、天子空古、鬼狐、 ヌギツネの順のキツネの階級が収録されている。キキツネたちの倍の人通力を持っているという。極低馬巾らによる、忌男集、うさぎ園小説周囲に転載された五キツネ神について、記した、理論書には、天子、空子、白子、ちぎツネ、あむらさき霊の順で、名が挙げられており、空子は千年以上生きたキツネのことであり、三千年を、減ると、稲荷空子にもなると説かれ、 天皇以上の通力自在の進歩であるとされている。空港や木狐など階級が高い狐は、野狐たちとは異なって、肉体を伴わない存在であるとも説かれてもおり、精霊のようなものであると考えられていたようである。宮川社万筆より、天日という名の空港が残したという書物の筆跡。江戸時代末期の安政年間に記された随筆、宮川社万筆には、 自らを空子であると称する善義常が人間についたという話がある。それによれば、犬に噛み殺されて魂の実となっていた空子が、久しく住んでいた上方から江戸へ向かう途中に、一休みのため、長崎源次郎という者の,の家に仕える小侍につき、しばらく体を借りていた。それから数日間、空子が源次郎に語ったところによれば、自らが属している。 前義爪の種族にあたる狐たちは、様々な術を使いこなすもの、の、人間に害を与えるの狐と異なり、あくまで正直者や、愚鈍で生活に窮している者を助けるために術を使うのだといい、実際にその空港は、自分のついている小侍の勘の病を治療した。さらに玄平、壇の裏、関ヶ原などの合戦の物語を語り、 周囲の人々を楽しませて、評判を呼んだ後、5日後に、小侍から離れていった。この空港は去り際に、源次郎への例として、書き物をしたためており、空港の説明によればこれは、白川唯一神道の極意、ただ、樹一人のつてというもので、初中の、人一個は社の形を指し、左下に書かれた、天日がその空港の名だという。この話は、 源次郎の家に同居していた親類の長崎藩、七郎の実験団として、藩、七郎の息子の長崎分離が、狐物語と題し、宮川社万筆に収めている。空港についての理論を直接に示した江戸時代の宗教的な文献の数は少なく、上記の文献以外には、どのような範囲で語られていたのかを知る術がほとんど残されていない。よって、 宮川社万筆の話に登場する、全義常の空港が、夕日採掘機などにある空港と、どのような関係にあるかは明確ではない。ありがとうございます。